9号金曜ロードショーでガチで見たい映画。ガチのやつ。むしろまだやってないのあるの。大衆コンテンツはほぼやり尽くしたやろ。北野武作品。これ地面師たち。最近やらなくなった作品でもええで。時計仕掛けのオレンジ。コマンド。コマンドを BS 日テレでやってたわ。字幕版だけど。ターミネーター2。金曜ロードショーに期待はない。コスパ重視で同じ作品ばかり流し、テレビで映画を見る習慣がなくなった。有限同士。それはゴールデン映画劇場の枠。前ショーシャンクやった時に結構ネット上盛り上がってたし、名前は知ってるけど見たことない名作とか、そのあたりでいいんじゃね。劇場公開が終わったばっかのやつとか流してほしいよな。すごい古いのばっか。最近の映画は長くて2時間枠だと収まらないので、カットや延長が必要。半端なく古い作品やってみてくれ。12人の怒れる男とかチャップリンとか。ノーランの原爆のやつ。ご視聴ありがとうございました。映画、ドラマを中心に毎日投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。